はいどうもー、霊夢だよーん。はいどうもー、マリサだぜー。なんか怪しげな音楽が流れてるわね。霊夢は怪獣8号コラボやったか？やってません。確か怪獣10号が追加されたのよね。そうだぜ、それを初見からやってみたんだぜ。難しかった？難しかった、ね。ただ、珍しくモンストライブ配信をしていてな。見に来てくれていた視聴者さんからいろいろアドバイスをもらってなんとかクリアしたんだぜ。そこでいろいろ試行錯誤してやってみたから、動画にしてみたんだぜ。X だと簡単って言ってる人多かったんじゃない？ああ、だから油断してたが、全然簡単じゃない。X は猛者の集まりだからな。確かにね、みんな何でもクリアしちゃってるものね。ああ、なので私はかなり苦戦してクリアした。クリアできなくて焦っている人もいると思う。そんな人たちに少しでも励みになればと思うんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、初回だが、わけもわからない間にやられた。エレメントショットは嫌いな人も多いだろうな。ああ、マジか。ステージの処理が間に合わず、あっさり負け。2000にはステミまでいけたが、仕様がわからず負け。個人、あれ？なるほど、これ普通に友情が通ってるの。ここで友情が通っていることに気づく。全然ダメージ入ってねえよ。3戦目は1捨て負け。全然進まず、苦戦してるわね。正宗メモリー、正宗メモリー。ちょっと迷走しているな。しかし、視聴者さんから正宗メモリーがいいと教えてもらい、正宗を入れてやり始めてみた。今はまだ、大木、ルナがいるが、最終的には正宗メモリーでやっていくぜ。一番正宗。悲しい音楽に変わった。ああ、結局メンツを変えたところで、負け続けたからな。ちょっとじゃあ正宗2でやってみようか。ここでコメント欄でもらったアドバイス通りにしてみた。今やってた感じもな、友情が拾えてなかったのと。ここからはこのメンツ個性だ。メモリーの加速結構いいよね、これ。で、さっきのアドバイス通り、まずは天使につける。ちょっと、こうか。確かに2人いたらこれで削れんのか。あ、やば。別ゲーやん。あら。あ、ダメだ。ニステがあっさり突破できたおかげで、中ボスまで行けたんだぜ。あんねんか。シールド。しかし、このメンツだと、このステージが疑問だった。お願いします。やっと中ボス突破して、ボスにまで来たがこのありさまだ。ずれてる。はい、クソ。下手クソ。縦感失敗したのね。縦感できそうではあったよね。なんで今ずれた？アホすぎる、マジで。初めてここまで来たから、しっかり物にしたかったんだぜ。その後はしばらく中ボスで負け続けた。これシールド出ても、あ、でもシールド出たやつに来たら生き残るか。みんな仲良く、なんか重なって食らってそう。頼む、シールド。来い、シールド。シールド、シールド言ってるわね。今勝って、正宗。メモリー、かわいい、強い、素晴らしい。メモリー推しがいたわ。あれ、メモリー？この鬼門の突破のポイントは、正宗の SS だ。これでメモリーも動かして、メモリーで削る。かっこいいんだけど。お、またミリなんよ。か、ミリではないか。ミリ残し。1センチなんよ。シールド。キチッ。そしてミリ残しが続いた結果、あることに気づいた。俺さ、昇平名食ってなくね、これ。絶対つけた方がいいよね、これ。昇平名の実をつけてなかったのね。食ってねえよ。そういうことだ。さっきのミリ残しも、つけてたら突破できてた。ちょっと、実を付け替えてきまーす。ということで、実をつけることにしたぜ。これは、多分いけるわ。つけただけで、かなりいける気がしてきた。これで、ここからはノーカットでお送りするぜ。さっきの少し長いかもしれないが、このメンバーでの実際の立ち回りの参考程度にはなるかもしれない。視聴者さんのアドバイスも参考になるわね。だな。なのでクエストご覧ください。ほらー、こんなに削れるもん。マジアホ。
1捨てはこんな感じで、全身にエレメントぶつけて友情で処理。慣れれば簡単だった。2捨てはレーザーバリアを目印に、相互蘇生になってる。上下2体ずつの敵だ。ちなみにこいつらはラウドラバリア張ってるから一回触れないと友情が通らない。ここの友情はエレメント関係なしにダメージ入ったぜ。負けたち、ハマンさん。大丈夫っすよ。まだ負け続けてる男がここにいるんで。本当だ。エレメント範囲外のメモリー友情ダメージ入ってるわね。逆に良くない気がする。なので上のやつは処理しておきたいな。こうか。こうか。行ってこい。出てない。まあいいや。まあサムネで全部倒せばいいんでしょ。なんかより余裕こいてるわね。負け続けてるのみんな。確かにそうだ。サメ溜まったからありだわ。そうだ。超ナイスだったな逆に。あーひよこ、あ戻った。ナイス。次が中ボスだ。ここの中ボス。マサムネの SS 必須なのでひよこは解除しておきたい。ほらこのダメージよ。マジなんか余裕。ペット負けっから調子乗らないように。はい、これでいい。あ、天使に吸われた。そんなでかいのあれ。あ、でもメモリー固まってる。固まってるが、接着できる場所があるか。こうか。よし。強いわね。ああ、メモリー最高だな。コピー友情の時代到来ね。しかも今、全く意識せず。ひよこ戻ってる。ラッキー。ラッキーとしか言いようがないわ。さあ、ここの正宗はどうする。もう撃つ。撃つのもありかな。撃と。2段階まで待たずに撃つ。ちょっと角度をつけの。こんな感じ。どうでしょう。いいね。動きまくれる。いいね。いや、いいね、小平面。ほんとそこ。おー、天使邪魔。今となっては天使邪魔だな。ここは超角度をつけないで打つといい。甘かな。間違っても天使に座れんなよ。よし、やっておしまい。メモリーいいね。かっこよかった今の。英明強えな。いけた。あ、レモネードさんこんばんは。初見です。ありがとうございます。今マダヤです。メモリーで突破したの結構でかいんじゃないこれ。どうしよっかな。
ちのメモリーにこの神の力を与えながら友情を拾うと完璧じゃない？完璧。で、位置も良さげだよね。しかもひよこでもなくなった。私みたいな初心者には難しいです。いや、これで初心者じゃなくても難しいっすよ。俺今もう多分このクエストだけで2時間ぐらいやってますもん。一回もクリアできずに。早く打ちなさいよ。まあまあ、こうやってコメントいただけることはありがたいし、何より楽しんでやることが大事だろ。そうね、忘れてたわ。これでもむずいっすね。モンストやるからには楽しまなきゃね。これも面白い。そうだぜ。しかも個人的にこのクエかなり楽しかったぜ。手持ちが微妙だったせいもあって、やりもたえがあった。ここはまあ、サムの記憶を気にせず、ボスを削るべきか。2、4、どう、や、と。ああ。あれは偶数なんだね、魔法陣は。ここ。いや、拾えないか。いやー、ひよこ。めちゃくちゃ強いわね。ああ、エレメント調節して、コピーできたらかなり強い。エレメント苦手っていう人多いですからね。ほんとそれな。あとは中ボスもそうだが、ボスもラウドラバリア張ってるからしっかりボスに触れてバリアを剥がすことも重要だ。まあ、さっきここで負けたんだよな、確か。なんか玉ちゃっかり削れてんの面白いな。玉ちゃっかり削れてる？どこか。何言ってるのですか？気にしないでくれ。誰ごとだ。どこのままなっちゃうな。まあ、ただペアを倒さないことには先には進まないので倒す。いやー、同時は無理だったか。ラッキーでひよこに戻れた。ひよこから戻れた。そうなんですね。いや、ほんとそうっすよ。結構むずいと思う。これをね、簡単にクリアするのは、まあ、そういう人もいるだろうけど、なかなかの猛者ですよ。回復にすがる。タマさん、やめた。やめちゃった。ここミスったらやばい。が、ミスらない。よくできた。さあ、こっからだ。しかも多分これ戻れてるよね。おそらく、ここだから。よし、戻れてる。こっからは、あの、中ボスと同じ要領でいいのかな。多分そうだよな。ってことは、正宗が。いや、これ1の正宗にな。短縮やりたかったなぁ。まあ、最悪、3の正宗で、いっか。で、ここは、ちょっと SS でいいっすかね。行っちゃおう。ちょうど上の弾もいねえし。来い。これで終わりだ。勝てーな、マジで。まあ、でも結構削れがした。さあ、油断はできない。もう即死が近いな。これあれだ。無理に行こうとしないで、三の正宗に全振りするか。これ1当たってっかな。よし。これで3の正宗が2段階になった。これ撃とう。プロの方でも難しいのに。まあ、プロはね。プロはもう多分初日でクリアしてるだろうけど。
結構やっぱ少しかじ俺みたいなレベルだと結構きつい。これはいけ食べ。すげえかっこいいよなこれ。よし、初のラスゲ。ラスゲのハマったのに順調じゃない。のやつに、ああ、何気に守護獣残してるところもいい感じだぜ。うわー、それなえるね。さあどうなる。ここはこれさ、エレメントこの辺つけたらそのまま削れそうじゃね。むしろこれが成功法か。いい感じ。で、考えた方がいいのは、まさむね、ワンチャン SS 溜まるかもしんないから、これてか配置めちゃくちゃ良くない？そういえばサメ残せてるのめっちゃいいね。かなりいい感じっすねこれ。いけちゃうんじゃね。コメントでも教えてもらったんだが、このメンツはボスまでが難しかった。ただボスまで行けたら結構やりやすいと思うぜ。メモリーの友情でダメージ通す場面も多いから、エレメントもそこめがけて撃つシーンが多い。直殴りよりはやりやすいと思うんだぜ。これ結構削れんのかな。おお削れてる。狙いぞメモリー。あとはラスゲは魔法陣が偶数だったからな。正宗がひよこになりにくいのもやりやすかった今のダメージもうなんか違うぞ。さっきとさっきの敵と違うぞこいつ。これなんか適当に打っても下の方にこうやってつくな。あれこれいけちゃうんじゃね。ただ火だめが怖いんで回復しながら行こう。せめてあのボールここはダメージを狙いつつも右下のボールを倒して回復することを意識した。結局正宗でかなり回復できたがな。なんか正宗が絶対にもうひよこにならないように動こう。こんな感じかな。ここはボスのバリア剥がすの忘れた悪い例だ。あ、でもカチカチしてる。ミスったな。これさ、HP 耐えれる？いや、耐えれるよな。で、次メモリー。なので、ボールを一個倒す。危ない。ん？こうか。これでボール倒せるっしょ。よし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 。で、HP 満タンにしといて、死なないよね。さすがにな。で、マサムネ SS って、お、2発で終わりだ。かなりいけそうね。ここはしっかりボスにつけておこう。よし勝ったぞこれ。もう勝った気でいるな。将兵名が何よりでかかったぜ。これで終わりだ。危ね。もうなんだその流れるような動きは。お前らこれは勝ったべ。ここまでハマったのに座れたんです。いや最悪だねそれ。あのエレメント吸われたらもう何もできないもんな。さすがにこれは勝ったわね。ああ99%くらいやったからな。その間コメントでいろいろ教えていただきかなり助かったんだぜ。配信お付き合いいただきアドバイスもいただきありがとうございました。最近モンストの投稿頻度が減ってしまっておりますが、やっぱりモンストは楽しいからまたやりたいと思います。だな。ただ
ゲームは楽しくやりたいから、メモリー自分のやりたいことを最優先にしちゃうと思うが、そちらはご了承くださいませ。ご了承くださいませ。あとはこのクエストを楽しくクリアできたのも、コメントいただけたからだと思います。ありがとうございます。皆さんありがとう。あ、タマさんありがとう。レモネードさんありがとう。マジ嬉しいわ。久しぶりに嬉しいな、クリアして。ということでこの動画もこの辺でお別れだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。